様を助けて。きっと巫女たちの歌だけじゃダメなの。もう一度イクニアさんたちと一緒になってショルドル様を迎えないと。こんなことになったきっかけは私たちだから、許せないかもしれないけれど、いや、俺たちも振りの切れを競って巫女様への信仰心を示すことしか考えていなかった。この騒動の原因は、いつからかショロトル様を忘れていた僕たちでもあったんですね。何より、俺たちにはショロトル様を放っておけねえ理由がある。ああ、俺たちは、この島の連中は巫女様が好きで好きで仕方なくって、この島から出ようとさえ思わねえ。そうとも、島の外の連中にだって巫女様の良さを知ってもらいたいって思ってた。だから俺、リナリア様に、尊いリナリア様に、変な疑い持った自分がすげえ嫌だったんだよ。だよな、なんか違うって気持ちあっただろうな。お前もだろ、ディアザハ。当たり前じゃないですか。なぜみんな巫女様を疑うのか。でも周囲に流されて同調するのがたまらなく嫌でしたよ。だから俺たちは、何百年来のファンが巫女様から心が離れちまったのを放っておいていいわけがねえんだ。好きでいた時間が長ければ長いほど心離れの苦しみは増してしまう。現に俺たちもそうだったろう。たかん失敗の一つ二つで巫女様をどうこう言うなんてよ。そうですね、僕たちには埋め合わせが必要なようです。お互いに、そして巫女様のために。じゃあみんな、今から全イクニアに召集をかけます。行きましょう、大祭壇に。力が戻ったの？待ってて、みんな、イクニアさんたちと祭壇へ行くから。だからそれまで無事でいて。ディアンさん、私のライバル、生まれて初めてできたライバル、絶対こんなところで死なせないもん。これって力が戻ったね、ほんの少しだけど。誰かが私たちを助けてくれてる。数は少ないかもしれないけれど、イクニアさんが応援してくれてるんだ。これでもうあとは歌って踊るだけだね。うん、頑張ろう。祭壇はもうすぐ。大丈夫、勇気を出して。気分的にはいつもと変わらない。だから大丈夫、大丈夫。ディアンさん。何ハリエ。私たちも一緒だから、もう抱え込まなくていいよ。人前で歌ったりするの怖かったでしょ。人前で失敗するのがすごく怖くて、だから頑張ったの。失敗したら
私が人前を怖がってるのまで全部バレて、ヒクニアさんたちが離れちゃうと思って。そうしたら、島を守る力も。私、きっとそれがディアンサの力なんだって思って、気づかないふりしてた。でも今、絶対に失敗できない状況になって、やっと、本当に気持ちが分かったよ。すごく怖い。震えて、きっとまともに踊れないよ。こんな気分だったんだね。ごめんね。気づかないふりしてて。最後になっちゃったね。もっと早く、声をかければよかった。そんな。ねえ、もしこれがうまくいったら、何かしようよ。一緒に。そうだね。うん。約束。あと少し。もう、祭壇だ。頑張る。最後まで。サンドイッチ食べたいなあ。あ、いいね、食べようよ。祭司様の作るサンドイッチ、私大好きなんだ。お魚のマリネ挟んでガボッと。終わったらみんなでサンドイッチ食べようか。いいよ。願わく未来はいいことがいっぱいいて、私たちが祈り込めて。皆さん、あの星晶獣、すぐ近くにいます。見えませんが、すぐそこに。じゃあ、始めようか。大丈夫。怖くない。せーの。ディグニルトリ、シャルカル。あの星晶獣を食い止めるぜ。そのうちにちゃっちゃと歌っちまってくれ。行きましょう。このこの地くらえ。今の私は強い。一切合切を怪人と貴さん。邪魔。清き豪華にまかれよ。ふっ、おら。ふいつもより寒くて剣が握れない。無駄だ。燃えよ。でさいっ、いつもより決める。さよならだ。黒向ける。どけって言ってんだよ。アソールだ。
るどころじゃねえぞ。よーっそい、よーっそい、よーっそい、あ、それ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 。この光、力が戻ったの？あ、リナリア。間に合った。俺たちもいるぜ。どうやら誰派の振りが一番か。ついに決着をつける時が来たようですね。ああ、ショロトル様が誰派に来るか。小さなことだ。ええ、全てはショロトル様を再びイクニアとして、僕らの仲間として迎え入れるために。あのね、みんな、その聖鐘獣は、ショロトル様は悲しんでるの。私たちが、見事イクニアさんたちが友達だったことを忘れちゃったのがすごく悲しいの。お願い、みんなでショロトル様をもう一回迎え入れてあげて。友達悲しんでる？ねえリナリア、それってどういうこと？ショロトル様は戦争で友達をなくして。昔々、白空戦争のあった頃、トル様、寂しくて怒ってたんだね。そうだよね、公演失敗してイクニアさん同士で喧嘩しながらティクニュートリなんて言われてもね。それで沈めるにはどうしたらいいの？やっぱり歌みたい。ショロトル様が大好きだった歌を聴けば、私たちが友達だよって気づくと思う。でもショロトルはすごく怒ってて、とても歌を聴いてくれるような状態じゃないです。だからね、イクニアさんたちの力借りるの。イクニアさんたちが最高に盛り上がれば、
私たちの力が強くなるから、それで無理やりこっち向かせよう。あとこっちの村に帰りたいと思うはずなの。みんなが最高に盛り上がればね。ここ大事だよ。でも結局やることって歌う、踊る、盛り上げる以上でしょ。そうといえばそうだね。じゃあオイラたちはあの連中が最高に盛り上がるまで食い止めてりゃいいってことだな。じゃあショロトル様が私のこと一番可愛いって言ってくれるように頑張る。最高の私で今度こそディアンサに勝つもん。絶対に負けない。ううん、絶対私が一番になるもん。あ、来るみたい。よっしゃ、あの星少女はオイラたちに任せろ。皆さんの歌でこの場が最高に盛り上がるまで私たちが止めてみせます。行くよ、みんな。ティクニュートリ・ショロトル、我らショロトルの友なり。命燃やす覚悟で参れ。さあ団長、くらえ。今の私は強い。一切合切を怪人と来たん。邪魔。清き豪華にまかれよ。なかなかだ。勝てるわけないだろ。
おーはい、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 彩る星稀線か暗闇咲く花となれ、目が湧く未来はいつだって大丈夫、私たちがそばにいるよ。彩る私たち、島に繁栄をもたらしてくれたあなたのことを忘れていました。この時代の言葉はわからないかもしれないけれど、どうか伝わって。私たち、みんなショロトル様の巫女でイクニアさんで友達だよ。だから私たちとまたこの島で一緒に暮らそう。大丈夫なのか？はい、きっと悲しさが薄れて消えていくのが分かりました。たく、寂しいなら寂しいではっきり言えってんだよな。でも思ってても言えないことって結構あるしね、ディアンさん。長い間大切に思っていた人に忘れられて、それってどんな気分だったんだろう。わかんない。もしクニアさんたちが私のこと忘れたら吐くかも。おえって。リナリアらしいね。でしょでしょ。ディアンサ様。イクニアさん、今まで本当に本当にお疲れ様でした。ディアンサ様の姿勢、絶対に一番になろうという気概に励まされてきたこと、絶対忘れません。でも私、本当は祭壇に立つのすごく怖くて。ええ、存じてます。だからこそなんですよ。そんなディアンサ様が一生懸命踊って成長していく姿に私たちは勇気をもらったんです。その信仰心も一度は揺らいで、いや、やめとくか。みんな私がどんな気持ちでいたのか知ってたんだ。それでも私を応援しようって、私のことを信じようって思ってくれたんだね。ええ、パハの中でも推してる人はいましたよ、たくさん。みんなありがとう。今までありがとうございました。
私のことを認めてくれた人はたくさんいた。私が一番になった理由、たまたまだと思ってたけど違ってたんだね。そっか、みんな私を応援してくれてたんだ。あれ、もしかして巫女に未練ある？じゃ、一緒に単独公演する？え、あ、それはちょっと。なんでよ、勝ち逃げ卑怯。ブーブー。ディアンサ、もしこれからも公演に関わろうという気があるなら、学士という道もありますよ。学士ってやつは年齢制限ねえのかよ。ええ、巫女を終え学士として、ゆくゆくは祭司として公演に関わる、その道をたどる者も中にはいます。私がかつて歩んだ道でもあります。どうです、ディアンさん。私が祭司に？あ、いいじゃんそれ。どっちが先に祭司になるか競争できるよ。ちょっと今は考えさせてください。本が書きたいんです。リナリアが聞いてきたショロトル様の話を伝えていくために。うん、それだけじゃない。長い時間の中で階段になっていたけど血の涙を流す石像の話とか、この島にはショロトル様のお話が本当はもっと残ってるんです。いろいろと形を変えて。だからちゃんと伝えていかないと。一番古いイクニアさんのことをもう誰も忘れないように。そうね、それも大事な仕事ね。返事はそれからでもいいですか？ねえ、ちょっと私と対決するのが怖いの？それよりちょっと休みたいかな。そんなのダメ。私がどんどん先行っちゃうじゃん。行っちゃいました。置いてきぼりだね。そっかり、ディアンサがリナリアの一番になっちゃったね。さてと、じゃあディアンサの卒業パーティーの準備しようか。サンドイッチ食べるんだっけ？私、ピクルスたくさん挟まってるのがいい。よし、疲れてるけど、そういうことをおろそかにしてまたショロトル様に怒られてもね。買い物する、お料理作る、盛り付ける、それだけじゃん。できるできる。それは私が務めましょう。通常のスケジュールにはない公演をしたのです。各自よく休むように。団長さん、ルリアさん、Bさんもご一緒にいかがですか？わあ、いいんですか？もちろんです。この島はあなたたちの力なくして救われることはありませんでしたから。それじゃあお言葉に甘えちまうか。
この島、でっけえ岩山があるな。グランサイファーでも飛び越えるのは大変なんじゃねえか。俺が操舵するグランサイファーに越えられないもの。って本当にでかいな。だろう。島はそんなに広くないし、余計にでっかく見えるよな。な、ルリア。ルリア、どうした？この山から星晶獣の気配がします。それもとても大きくて荒々しい。なんだって？あ、山のてっぺんに黒い影が。蛇か？あの大きな蛇が星晶獣です。間違いありません。おい、あそこを見ろ。裏から火の手が上がってるぞ。何があったんだ。大変です。助けに行きましょう。村には気空艇を下ろせねえ。近くの草原に降りるぞ。着陸したのはいいけど、村があるのはどっちだ？確かあっちの方が。ああ、魔物だ。助けてください。誰かが魔物に襲われてるみたいです。急いで助けに行きましょう。この程度、激しい嵐の中で飛竜に襲われた時に比べれば何のことはないのである。おじいさん、無理です。危ないです。逃げましょうよ。エルタ君、今背中を見せたらやられるのである。隙を伺うのだ。おい、兄ちゃん、にじいさん、大丈夫か？助けに来たぞ。助け。僕は怖さのあまりに都合のいい幻覚を見てるんじゃ。おいおい、切羽詰まってるのはわかるけど、助けに来たのにさやないぜ。ほら、下がってな。来るぞ、構えろ。この程度は決まっ。助けていただいてありがとうございます。死ぬかと思った。あ、申し遅れました。僕はエルタ。こちらはキハールさんです。エルタにじいさん、危ないところだったな。無事で何よりだぜ。礼を言うぞ、諸君。見たところ気空団であるな。我が輩の若い頃を思い出すのである。へえ。じいさんも気空士だったのか。
その通りである。だいぶ昔の話ではあるがな。俺たちは菊邸から火の手が上がっている村を見たんだが、二人はその村の人かい？なんと村に火の手が。この近くとなると我が輩が住む村に違いないのである。こうしてはおれん。おそらく村は凶暴化した魔物に襲われたのである。急ぎ戻らねば。あ、おじいさん待ってください。慌てて行っちまった。あの二人についていけば村にたどり着けそうだな。これは。やれやれ、足の速いじいさんだ。やっと追いついたぜ。急に立ち止まってどうした。村へ続く道に魔物が居座っておる。回り道をする余裕はないのである。戦うしかあるまいな。なるほど、そういうことか。だったら俺たちに任せておきな。僕とおじいさんだけだったら村に行けなかったかも。ありがとうございます。礼を言うなら村に着いてからな。そんじゃ早いとこ片付けようぜ。さすがこの程度。せい決まったな。山には聖少獣もいましたし、村の人たちが無事だといいんですけど。聖少獣ミドガルズ・オルムを見たのだな。あやつは村ができる前からこの島に住んでいるのである。気性の荒い聖少獣でな、ほとほと困っていたところをとある気空団が眠らせたのだが。何がきっかけかはわからねえが、目を覚ましちまったってことか。ミドガルズ・オルムが目覚めると、溢れる力に反応した魔物たちが活発化するので厄介なのである。村から火が上がってるのは活発化した魔物たちに襲われたからか。急いで助けに行かねえと被害が増えちまう。じいさん、案内頼むぜ。兄ちゃんも村の人か。二人で何しに外に出てたんだ。魔物が暴れてるってのに。僕は吟遊詩人なんです。村のお祭りで歌ってほしいっておじいさんに招待されたんですよ。でもミドガルズ・オルムが目覚めて魔物も暴れていて、お祭りどころじゃないですよね。あの連中もこの騒動で疲れてるんじゃねえか。お前の歌で元気づけてやれよ。僕の歌にそこまでの力はないですよ。そんなことはないのである。エルタ君の才能は素晴らしいものだ。村の者も喜ぼうぞ。じゃあその歌を落ち着いて聴くためにも早く村に着かないとな。この程度かい。
魔物、怖いですね。なんだか緊張してお腹が痛くなってきました。心配することはねえよ。俺たちが安全に村まで送り届けてやる。おいおい、ルリアまで腹を押さえて大丈夫かよ。お腹空いちゃいました。ああ、まあ朝この島に着いてから何も食ってねえもんな。村に着いたら飯にするか。それまでもうちょっと我慢だ。よく食べるのは健康の証拠。子供はよく食べ、よく遊び、よく学び、そしてよく眠って大きくなるのである。村まではあと少し。着いたら歓迎するぞ諸君。我が輩に続くのである。到着である。諸君、ここが我が輩の住む村だ。沈下はしてるけど壁が焼け焦げた家があるな。村の人たちは無事でしょうか。姿が見えませんけど隠れてるのかな。皆の衆、我が輩である。キハールが戻ったぞ。大変です。村に魔物が入り込んでます。村の中で戦っちゃ民家に被害が出るな。森におびき出すぞ。まあ当然の結果だよね。よし、村にいた魔物はこれで全部片付いたな。礼を言うのである。さすがの我が輩も一人では相手にできん数であった。こんな状況じゃお祭りなんて開けないですよね。何を言う。こんな時だからこそ祭りを執り行うのである。え、それってどういう。おじいちゃん、おじいちゃん。おお、セレフィラ、今帰ったのである。おじいちゃん、よく無事でよかった。心配したのよ。もう年なんだから無理しないでちょうだい。わかった。どんの、我が輩まだまだ現役なのである。セレフィラ、村の衆は無事であろうか。ええ、今のところは無事よ。村の近くに魔物が出るようになって家にこもっているの。でもさっき魔物が村の中にまで入ってきた。もう猶予はないわ。おじいちゃん、早くお祭りを始めましょう。そのお祭りって。
ところで、あなたたち誰？この村は今、魔物や青少獣のことで手一杯なのだけど。まあ、そう邪険にしないでくれよ。俺たちは気空団さ。気空艇から村に火の手が上がってるのを見たんで、何事かと思ってな。そう、気空団。ありがとう。戦える人が来てくれたのは心強いわ。あの、僕は気空団の人ではなくて。ずいぶん近くから魔物の声がしやがる。一匹や二匹じゃねえな。村に入ってくる前に倒さなきゃまずい。はい、わかった。撃って出るのである。おいおい、じいさん待てって。俺たちも急ごう。ねえちゃん、危ねえぞ。村でおとなしくしてろよ。私は村の住人よ。よそから来た人だけに任せるわけにはいかない。勇気があるな。僕なんか怖くて怖くて。気空士が受ける依頼は魔物絡みが多いと聞くけど、魔物が怖くて大丈夫なのかしら。そういえばさっき、自分は気空団の人じゃないって言ってたわね。もしかしてあなた。二人とものんきに話してる場合じゃねえ。魔物が出やがったぞ。さすが、行け逃げ回った。ははまあ当然の結果だ。もしかしてあなた、おじいちゃんが選んだ吟遊詩人なの？その。はい、おじいさんにお祭りで演奏してほしいって言われて。認めないわ。こんなに情けない人が大切なお祭りで演奏するなんて。お祭りで演奏するのはこの私。大おばあ様の曲は私が弾くわ。あのお祭りの出し物なら二人とも弾けばいいんじゃ。出し物？あなた、お祭りを何だと思って。お祭りはお祭りでしょ。おい、二人とも揉めるなら後にしてくれ。胸の奥がざわざわする。ミドガルゾールムの力がだんだん増してきているみたいです。青少獣の力を感じ取れるのであるか。長く旅をしてきたが、そのようなものには初めて会ったのである。空は広い。我が輩の知らぬことがまだまだ山ほどあるのであるな。大きなじいさんだな。確かに空は初めて見るものだらけだけどよ。ミドガルズオルムは眠りから目覚めて、だんだん力も覚醒してきているのね。その力を受けて魔物たちも力を増していくわ。早くもう一度眠らせないと。ミドガルズオルムを眠らせる？そんな方法があんのか？ええ、そのためのお祭りですもの。かつてこの島で暴れ回っていたミドガルズオルムを伝説の吟遊気空団が。
りの由来を尋ねるのは魔物を倒して落ち着いてからにしようぜ。決まったな。さあ、この程度かい？造作もないな。それで祭りでミドガルズオルムを眠らせるってどういうことなんだ？この村を作ろうとしていた頃、島ではミドガルズオルムとその眷属が暴れ回っていたそうよ。でもそこに銀遊詩人たちで構成された気空団、銀遊気空団が現れたの。彼女たちが作り奏でた曲はミドガルズオルムを眠りに誘い、島には平和が訪れた。ミドガルズオルムを眠らせるにはその時の曲を再び聴かせる必要があるのである。なるほど、じいさんはそれでエルタを連れてきたってことか。おじいさん、村のお祭りで歌ってくれとしか言ってなかったですよね。村の祭りであることに間違いはないのである。そんな、僕はてっきり何かのお祝いとか収穫祭とかそういうお祭りかと思い違いがあったのか。無理ですよ。ミドガルズオルムを眠らせるだなんて、僕にそんな大役。そもそもあなたに出る幕はないわ。おじいちゃん、お祭りでは私が演奏するって言ったじゃない。そのおじいさん、セレフィラさんもこう言ってるし任せた方がいいんじゃなんて。セレフィラの腕前は信頼しているのである。だが一人だけでは。ふう、エルタを連れてきたのには理由があるのか？連れてくるならせめてもっとしっかりした人にすべきよ。聖少獣の近くで演奏するのよ。言われてるぞエルタ、ちった言い返せよ。いえ、あの、僕がしっかりしてないのは事実ですから。くー、もっとシャキッとしろよ。シャキッと悔しくねえのか？その、ごめんなさい。この程度は決まったな。さあ、この程度受け身が止まった。ルリアは戦えるわけではないのよね。どうして気空団に入ったの？何か探しているとか？探している、といえばそうかも。私、
自分がどこで生まれたのかもわからなくて。そうなんですか。じゃあ僕と同じですね。僕も両親のこと覚えてないんです。覚えていることといえば一曲の歌ぐらいです。子守歌だと思うんですけど。へえ、どんな歌なんですか。聞かせてください。あの、セレフィラさん？何？その、僕は、セレフィラさんが演奏した方がいいと。そうでしょうね。私はあの曲の練習をずっと重ねてきた。突然現れたあなたが、私以上にあの曲を弾きこなせるとは思わない。ですよね。だから。だからと言って。え？言われてすぐに身を引くってどういう了見なの？あなたプロなのでしょ？自分の腕前に自負はないの？どうして言い返さないの？だって、その、ごめんなさい。だあ！なんで言われっぱなしなんだよ、エルタ。何癖つけられてんだぞ。お前ちゃんと怒れよ。そんな、言い争いとかしたくないですし、よそ者が急に現れて気に食わないって言われるのは今までも何度かあったし。このままでは、ミドガルズオルムを眠らせることはできないかもしれんのである。ん？じいさん、なんか言ったか？いやー、こちらのことなのである。今、村の近くに潜む魔物は、あと少しで追い払えるようであるぞ。諸君の力を借りるのである。いざ、参ろう。この程度受け止まった。終わり。やったな。勝利のアクロバットと行こうぜ。エルタ、もっと自分に自信を持ってもいいんじゃないか。そりゃ悪いと思ったら謝るってのは誠実な態度だと思うぜ。でも謝りゃいいってもんでもないだろう。でも他の人を怒らせてしまうのは僕が悪いんだと思うんです。僕は昔から容量が悪くて、いろんな人に迷惑をかけてしまって、叱られることもしょっちゅうで、謝るくらいなら最初から迷惑をかけなければいいと思うんですけど、うまくいかなくて。エルタ、こんなだから両親も僕を置いていってしまったのかも。そんなの実際に聞いてみないとわからないじゃない。え？何か事情があったのかもしれないし、
あなたの言う通りなのかもしれない。でも結局はわからないことよ。そんなことを気に病んでいるより、あなたにできることを考えたら。これセレフィラ、人にはそれぞれの考え方というものがあるのである。あまり横から口を出すものではない。はい、今のは私が言い過ぎたわ。悪かったわね、エルタ。いや、そのきっとセレフィラさんの言う通りなんだと思います。でも僕はどうしても同じことをずっと悩んでしまって。それはエルタ君が真面目な証拠である。そうやってきちんと向き合うのなら、いずれ君なりの答えが出るであろう。